で次に聴いていただくハンガリー舞曲、有名な曲ですが、これは彼がピアニストとして、演奏ツアー演奏旅行してた、いっぱいやってたんですけど、その時にレメニーっていうバイオリニストと組んでコンサートツアーをしてたことがあるんですね。このレメニーっていう人はハンガリー系の人だと言われてますけども、この人は例えばモーツァルトとかベートーベンのバイオリンソナタなんかをやらせても、なんかこう自分でいろんな装飾を入れてちょっとハンガリー風にやったりする面白いバイオリニストだったらしいです。でこのレメニーが知っていたというか、レメニーが いろいろこう独特なハンガリー民謡風の旋律をいっぱいいっぱいブラームスにちょっとこれやるから伴奏してくれみたいなことをね。でそれをブラームスが後になって、もうそういうレメニーと別れた後になってですね、こういうハンガリー舞曲として出版したわけです。でもちろん最初はピアノ連弾版として出版しました。それがブラームス作曲ではなく、だから編曲ってことになってます。でこのレメニーさん、当然あれは 俺の教えてやった曲なのに勝手に出版しやがってってことでね、裁判沙汰になるんですね。でもブラームスは作曲とは言ってない、編曲と書いていたので、裁判には一応ブラームスが勝つんですけど、まあそんなことはどうでもいいんですけど、この編曲したハンガリー舞曲がものすごく売れたんです。でこれがあまりにも売れたんで、もう第1週の売れ行きが良かったから、第2週第3週第4週っていうか、もうどんどん買う。でこの同じようにドボルザーク、当時のね同じ世代のドボルザークとかグリーグとか、そういう人たちにも出版社がどんどん進めるわけですね。ああいうちょっとちっちゃい民謡風の曲書くと売れるよっていう。でグリーグが叙情小曲集なんていうの、これもすごい売れて、だからドボルザークはそういうことはしたくなかった人らしいんですけど、やっぱりスラブ舞曲っていうね、売れて、でシベリウスにもそういうのを進めて、シベリウスもやるんですけど、まあそういうのが流行ったわけですね。そういうのの流行の口火を切ったのがこのブラームスのハンガリー舞曲です。でまあ、そういうわけでもうハンガリー民謡風の、実際にはハンガリー民謡ではないんですけどね、これはいわゆる大衆酒場みたいなところで流行っていた、まあ、歌謡曲みたいな、日本の演歌みたいな、そんな役回りの曲だと思うんですけど、それをブラームスがこう上手に編曲している、これを連弾版で、これがまたピアノでなかなか楽しいんですね。だから後でこれバイオリンバージョンだのオーケストラバージョンだのいっぱいできました。普通オーケストラでよく聞かれますかね、こういう曲はね、やっぱりまあそういう曰くの曲です。でこれを今度は2015年モデルの最新のウェーゼンドルファーで聴いてみてください。Thank you.
Thank you.
ブラームスの音楽、まずはいわゆるアカデミックフェスティバルオーバチュア、大学祝典序曲と訳されていますが、これからやってみたいと思います。でこの曲をこの1920年モデルで弾きます。でこれはブラームスがゲッティンゲン大学から名誉博士号を授与されたんですね。もう40も過ぎてからの話ですけど、このそれでもブラームスって人は何ていうか不愛想っていうか、全然その名誉博士号をせっかくくれたのに何の返礼もせずにほっといたらしいんですけど、ただ友達が、そういう時は何か曲を書いて、お礼に曲を書いて捧げるもんだよみたいなことを言われて、あそうかねって言って書いたのがこの曲だというふうに伝わっています。まあちょっとブラームスは大学っていうものに対して複雑な気持ちがあったのかもしれません。彼自身は大学には行っていない、聴講生として講義を聴講はしたらしいんですけど、大学生活は送ってないんですね。しかし聴講したので学生の歌などで、大体ここに出てくるのは大体学生が酒飲みながら歌う歌、それがもうメドレーのように出てくるわけです。で我々にとってもね、懐かしいと言いますか、かつてねラジオの番組で有名になった、受験講座で有名になった節がここに入ってるんですけどね、まあそういう大学にちなんだ、まあ賛美歌のような感じの歌もありますし、本当にどんちゃん騒ぎのような歌もあるわけですが、それを使ってこの序曲で、最初はこのトルコ行進曲みたいなね、ブラームス自身はこれはトルコ行進曲の序曲だなんて、トルコ風序曲なんて冗談で言っていたらしいですが、確かに最初にいっぱい2拍子でこうトルコ風の、それからこれオーケストラ版では打楽器が最後にじゃんじゃん鳴るんですね、まあ、それも含めてこうトルコっぽい、まあ、それからその、大学のちょっと威張ったような感じというか、その権威の象徴みたいな部分もあるし、学生が羽目を外している部分、それから学生がこう希望に燃えているような感じの、ね、部分、そういろんな大学の要素をここに盛り込んでいると思います。でこれを普通はオーケストラでやるんですけれども、ブラームス自身がこれピアノ連弾にアレンジしています。ブラームスって人は恩師のシューマン の奥さんだったクララですね、クララ・シューマンととにかく連弾をいつも楽しんでいた人で、もうと同時にクララの意見をいつも聞きたかった、新しい曲を作ってはクララに弾いてもらって、一緒に弾いてもらっていろんな意見を言ってもらうっていうことを、まあ、いつも常としていたわけです。で、まあ、それもあって彼の場合の連弾編曲っていうのはちょっと普通の意味とは違ってですね、非常にこうよく書けている、でクララと一緒にやりたいっていう、まあ、親しさもこもってるわけです。ではそのブラームスの連弾版による大学祝典序曲を聴いてください。Thank you.
今度はまたこの1920年モデルのベーゼンドルファーに戻って、チャイコフスキーの最後の作品となりました交響曲第6番、いわゆる悲壮と言われているパセティックですね。ベートーベンにも同じタイトルのソナタがありますが、ちょっと字が違ったりいろいろ違うイメージを持ったりしてますけど、まあ悲しいということではテーマでは同じです。でこのチャイコフスキーがここに彼の人生のほとんど全てのなんていうかな、もうそれを投入してもうこの世のお別れっていうか遺言のように書いたのがこの曲です。まあ簡単にこの筋書きを申し上げますと、第一楽章、これねバッハのマタイ受難曲の最初の旋律にと同じなんですけど、おそらく彼は意識してたんじゃないかと私は思うんですけどね、とにかく受難の雰囲気で始まります。で一楽章はとにかく一人の人がまあこれもう死の予感を感じて、初めは恐怖なんですけど、そして途中で戦いが始まりましてね、真ん中のところで、その戦いの挙句にとうとう亡くなって死んでしまう、明らかに鉄砲銃弾に倒れるっていう感じの恩恵が出てきます。で倒れて、それでこの人は人生を思い返しながら死んでいく。一楽章の最後は早々の場面で終わります。それで二楽章と三楽章は人生の非常に華やかだった頃を思い出すような音楽になってます。二楽章はとっても優雅な五拍子の音楽で、これ五拍子はロシアに伝統的な表紙なんですけど、とっても優雅な宮廷舞踏会のような、まあ、感じの作品。それから三楽章はこれは勇壮な、もう、ちょっと軍隊が勇壮に前進しているような感じとか、まあ、とにかくもう人生の一番華やかなエネルギッシュな時代の話で、最後の終楽章第四楽章はまた元に戻ってきてというか、この人が亡くなる現場に戻ります。でとにかく有名なこのこの旋律ですね。この旋律は一楽章からずっとこれが出てくるんですけど、この4度加工するっていうのは昔から涙の恩恵といってね、もう本当に何百年も前からずっとヨーロッパに伝わっていた悲しい恩恵です。それを使って、で最後は心臓の鼓動がね、こういうふうにこういうのが出てきます。これ鼓動、心臓の鼓動を表しているんですけど、これが最後止まるんですね。止まって終わります。まさにもう、心臓が止まって死んだっていう、なんというかあまりにも直接な表現ですけども、とにかくその死の現場に戻って終わるんですね。もうこれ以上に悲しい音楽がちょっと考えにくいぐらいで、チャイコフスキーはこの初演、これをオーケストラ、最初にピアノ連弾版を作って、彼自身がこれ作ったんですけど、それでオーケストラに編曲してオーケストラ版を作り、それを初演して、その1週間後にチャイコフスキーは亡くなっています。まるでこう計算したかのような死に方ですね。まあチャイコフスキーの死ぬ、なんで死んだかということについてはいろんな説があって、まあはっきりわからないんですけど、まあそれなり、それでもいろんな人がいろんなことを言ってます。まああんまり深入りはしたくないんですけど、まあとにかく劇的な最後です。
で、これオーケストラでよく聞かれます。オーケストレーションがまた派手なんですね。チャイコフスキーですから金管、木管、そして弦楽器をフルに使ってもものすごいカラフルなオーケストレーションです。で、そのためにですね、オーケストラの あのあるバージョンを聞いてますと、そのオーケストレーションに聞き惚れてしまって、我々音楽の音の形とか内容になかなか入っていかないこともあるんですね。私などはそうです。これオーケストラの演奏会でもちろんよく聞きましたが、これピアノで、ピアノ連弾でやってみると、チャイコフスキーがいかにこの音楽の中に、そのヨーロッパの伝統、あるいは悲しさの表現、あるいは喜びの表現、それから音楽構造のものすごい堅固さみたいなもの、もうありとあらゆる技術と知識を使ってここに作り込んでいるわけです。それがピアノ連弾版だと非常によく分かります。オーケストレーションのその衣装がない分、まあ言ってみれば裸で聞こえるわけですね。それがこれ今から聞いていただくこれの魅力だと思います。で、このベーゼンドルファーですけど、このベーゼンドルファーの表現力をもってしてもですね、この何たってフォルテが4つ FFFF とかね、ピアノが PPPPP とか5つも書いてあって、もうこんなのはその通りには表現ができないと言っていいぐらいのもう限界を超えていますね。でもそれになんとか挑戦してみたいと思うわけです。まあそういうわけで、ちょっとやりすぎなんじゃないのって思われるかもしれませんが、これはチャイコフスキーの譜面がそれを要求しているということを、まあ分かっていただけたらと思います。まあいろいろ長くなりましたが、とにかくいろんなことがこの中にある、もう大変内容が豊富な曲です。我々もまあ弾いてるうちにどうなっちゃうかわからないぐらいエネルギー使うんですけど、なんとかやってみたいと思います。それではお聴きください。